としては1万6000円くらいまで、前くらいまで理想だということになりますけれども、今はまあ理想が私の方は1万3000年前ということで、そして今度こちらの一番右側、これが2500年から3000年くらい前ですから、1万年間縄文土器が使われて、縄文時代は1万年使われて、この時に土器の形を見ると最初から平らな土器と先の尖った土器がありますが、それが陶器の終わり頃になると大きいものから小さなものまでいろいろ分かれて、そして前期の頃から口の部分波打っていますね、非常にバラエティのある形にこの頃から変わっていきます。そして中期の一部をこの下に抜き出しました。これは新潟から長野あたりの時です、ね、これも昔ですね、新潟国体の聖火台として使われた火炎土器、そのグループです。こういった装飾豊かな土器が作られました。それかと思うと、この中には非常に簡単な形のものもある。それが後期の